混浴温泉世界は、大分県別府市で3年に1回トリエンナール形式で開催されている国際芸術祭。国籍も多様なアーティストが別府温泉に滞在し構想した新作を発表する。別府現代芸術フェスティバル、混浴温泉世界は、大分県別府市で3年に1回開催されている市民主導型の芸術祭。2009年に始まり2012年に、 第2回展が開催された。湯煙や街のわ雑さ、移民文化などの独自の文化や景観から、別府を至るところに不思議が顔を覗かせる魔術的な港町と捉え、別府の持つ様々な個性とアーティストの出会いから、サイトスペシフィックなアートプロジェクトを誕生させる。混浴温泉世界の名称は、性別や国籍、年齢などを超え、 時間や場を共有してほしいという願いと、混浴温泉の持つ、寛容性や多様性から名付けられた。大地から湯が湧き出し、くぼみに溜まる。それは、誰のものでもない。人はそれを慈しみ、自発的に守り維持する。そして、ここに住む人も旅する人も、男も女も、服を脱ぎ、湯に浸かり、国籍も宗教も関係なく、武器も持たずに丸裸で、 それぞれの人生のある時を共有する。しかし、疲れ続ければ、頭がのぼせ、誰もそのままではいられない。入れ替わり湯から上がり、三々後も、ここを去っていく。人は、必ずここを立ち去り、再び訪れる。緩やかな循環。別府現代芸術フェスティバル、今浴温泉世界総合ディレクター芹沢隆史、今浴温泉世界場所とアートの魔術つ パスポートと呼ばれる鑑賞チケットと地図を片手に温泉、港、商店街、神社などに点在するアート作品をめぐる旅をテーマにした芸術祭。8組の国際的なアーティストが参加した展覧会アートゲートクルーズダンスプログラム別府ダンス音楽ライブ別府音楽若手アーティストによる展覧会ワクワク混浴アパートメントが展開された。 ベップ8ユニナゾラへ、美術、ダンスからなる8つのアートプロジェクトを展開。それぞれのアートプロジェクトが、かけがえのない体験と、鮮烈な記憶を残すものとなるよう、8つの創造力の厳選をテーマに設計された。2010年から開始された、市民文化祭、ベップアートマンスも、同時開催され、ダンス公演や、ライブイベント展覧会など、多彩なイベントが展開された。 佐藤明氏。現代芸術。街の魅力に。別府温泉。市民が仕掛け。47ニュース。2013年6月26日。閲覧。2010年。別府現代芸術フェスティバル。婚翼温泉世界実行委員会に改名。別府市が文化庁長官表彰受賞。大分暮らし。2013年6月26日。閲覧。 現代芸術の巨大壁画中学の美術教科書に、大部合同新聞社、2011年5月17日へ閲覧。今翌温泉世界、ガイドブック無料配布、大部合同新聞、2013年6月26日へ閲覧。国先半島アートプロジェクト、半島舞台に、ツアー開幕、大分、毎日新聞社、2013年6月26日へ閲覧。 アート作品に泊まる、浜脇の長屋、マガジンハウスコロカル、2013年7月31日閲覧、ありがとうございます。